宝石丸の聞き流せ日本の歴史。こんにちは、ナレーション担当のナミネリツユ。前回は江戸幕府による支配体制についてお話ししたけど、どうだった？今回も引き続き江戸幕府による支配体制についてお話しするわね。幕府による支配体制をお話しする上で欠かせないのが幕府の外交政策よ。家康は商人や大名の渡航を認めていて、1604年以降海外に渡航する船に朱印状を与えていたの。京都の茶屋四郎次郎、住倉良医、摂津の末吉孫左衛門、長崎の荒木宗太郎といった商人や、島津家久、松浦重信、有馬晴信、鍋島勝重、加藤清正、細川忠興などの西国大名が選手だったの。朱印船の渡航地はマカオ、マニラ、アユタヤ、プノンペン、高知、トンキン、高砂など東南アジア各地にあり、日本人町も形成されたわ。幕府は海外の国が日本に来航して交易することも認めていたの。幕府は1611年、明の船が長崎に来航することを認め、交易を独占したわ。清が中国を統一すると交易量は増えていったわ。ただ明や清とは薩摩藩が朝貢関係にあった琉球王国を属国のように支配していたこともあって、国交を結ぶことはできなかったの。琉球王国は1429年に昭和氏が統一し、明と東南アジアの貿易中継地として栄えていて、明に朝貢していたの。ところが1500年代に入って明が衰退し、ヨーロッパ諸国がアジアに進出してくると中継地としての必要性がなくなり、琉球王国は衰退していくの。そして1609年に薩摩の侵攻を受けると、ほぼ無抵抗で首里城を占拠され、薩摩藩の属国のようになったの。薩摩藩は琉球王国に中国との朝貢関係を維持させ、黒砂糖の密貿易の中継地点として利用したわ。朝鮮については文禄、慶長の役で国交が断絶していたんだけど、対馬藩の宗氏に朝鮮との交易を独占することを認めたの。家康は朝鮮に対して朝貢を求めていたんだけど、朝鮮は対等な関係でなければ国交を結ぶつもりはなかったの。そこで宗氏は家康の国書を偽造して、1607年に朝鮮の使節を迎え、家康や秀忠の謁見に成功し、1609年に義勇約定を結ぶことに成功して、再建1020隻の交易と釜山に和艦の設置が認められたの。そして宗氏の家臣や対馬の島民が常駐して交易に当たるようになり、国交が再開されたの。朝鮮との交易では中国産高級生糸がもたらされ、西陣織などで使用されたわ。国書の偽造は1635年に家老柳川重興の密告により幕府に知られてしまうんだけど、幕府は宗義成を無罪とし、柳川を津軽に流罪にしたわ。幕府は朝鮮との国交を維持することを優先し、宗氏による国書偽造を不問にしたわけ。そして宗氏には引き続き朝鮮外交を任せ、交易の独占も認められるの。対馬は耕作地が非常に少なかったから、幕府は治療権を与える代わりに独占的交易権を付与したわけ。ちなみに義勇約定は明治初期の対馬藩の版籍奉還まで効力を持ったの。蝦夷地については対馬と同様に耕作地が非常に少なかったから、幕府は松前氏に刻印状を付与して領地の治療権の代わりに蝦夷地での独占交易権を認めたわ。松前氏は上級家臣に対しても領地の治療権の代わりにアイヌとの交易権を付与したの。これが商い場治療制よ。
蝦夷地に商人が本格的に進出するようになると、アイヌとの交易は商人に任されるようになったの。商人への委任は馬上家制と呼ばれたんだけど、馬上家制に移行するとアイヌに対する搾取が強まっていき、1669年に釈迦院の乱、1789年に国後目無の乱とアイヌの反乱が起きたわ。蝦夷地ではイリコ、フカヒレ、干しアワビなどの俵物、ニシンや鮭の油、肥料に使用されるニシンや鮭のしめかすや毛皮、木材が主要な産品だったの。河村瑞賢は幕府の命令で日本海を回り、下関を経て上方に至る西回り航路を開拓したわ。1700年代に西回り航路を航行する船を北前船と呼ばれ、俵物は長崎の出島に送られ、中国への主要輸出品となって大阪や江戸の消費地にも送られたわ。関西を中心に綿花の栽培が盛んになると、金肥といわれる肥料が大量に消費されるようになって、九十九里浜の干し蚊が主に利用されていたんだけど、1700年代の後半には蝦夷地のしめかすがシェアを逆転したの。この時に活躍したのが淡路出身の高田弥兵よ。琉球王国からは将軍の代替わりごとに慶賀使が送られ、幕府からは琉球国王の代替わりごとに謝恩使が送られたの。琉球王国は1429年に昭和氏によって統一されたんだけど、1469年に琉球王国の貿易を担当していた金丸がクーデターを起こし、松園と名乗って琉球王国を治めたわ。そして松園の子松信は積極的に貿易を行っていったの。琉球王国は東アジアとヨーロッパの中継地という地理的利点があったから貿易が発展したんだけど、それだけでなく1368年に成立した明の政策によるところもあったわ。当時明の沿岸部では倭寇による被害が大きく、明は海禁政策をとっていたの。ただ明は海外の産品を必要としていたので、作法体制に組み込んでいた琉球王国を通じて海外の産品を入手していたわ。明は朝貢用の大型船を提供し、外交や貿易に長けた江南人を派遣して琉球王国を支援し、1年に1回朝貢させたわ。この結果琉球王国が貿易立国となったの。明が琉球王国を通じて入手していたのは東南アジアの素朴や香辛料で、琉球王国は明から陶磁器や生糸を入手したわ。しかし明がモンゴル族から攻撃を受け、南方が手薄になると商人によって盛んに密貿易が行われるようになり、中継地としての琉球王国の地位が低下したわ。またスペインやポルトガルが東南アジアを中継地として東アジアに進出するようになり、明の密貿易商人とつながり、琉球王国の地位は低下していったわ。そして1609年に島津家久に攻められ、薩摩藩に隷属するような状態になり、1800年代の前半には幕府に隠れて薩摩と密貿易を行っていたの。薩摩藩が求めていたのは黒砂糖で、琉球王国が求めていたのは米などの食料だったわ。他方で幕府や薩摩は明や清との作法体制も継続させたわ。また朝鮮からも将軍の代替わりごとに通信使が送られ、日光東照宮への奉納を行わせていたわけ。そして幕府はアイヌに対しては蝦夷内での往来の自由を認め、アイヌを保護する立場にあることを示したわ。つまり幕府は朝鮮、琉球王国、蝦夷地との間で海秩序を形成していたわけ。ちなみに1644年に漢民族の明が滅び、異敵である満州族の清が建国されると、儒学者の山賀祖光は中朝事実で王朝が交代したことがなく、異民族の支配を受けたことのない日本こそが中華であると主張したわ。オランダやイギリスの交易は1600年、
関ヶ原の戦いの直前にオランダのリーフデ号が豊後の臼杵に漂着したことがきっかけで始まるの。家康はイギリス人航海長のウィリアム・アダムスを大阪に招き、その後江戸に招いて外国顧問を務めるようになるの。ウィリアム・アダムスは相模の三浦郡に250石を与えられ、水先案内人を示す安人を名として三浦安人と名乗るようになったわ。リーフデ号のオランダ人航海士だったヤン・ヨーステンも家康に仕えて江戸に住み、東南アジアに船を送って交易を行ったわ。1609年、オランダが平戸に商館を建てて交易を始めるの。1613年には、イギリスのジョン・セーリスが平戸に来航し、商館を建てて交易を始めたわ。そして、三浦安人は、イギリス商館で働くようになったの。1623年に、オランダとの競争に負けて、商館が閉館されるまで、イギリスとの交易は続いたわ。1609年、フィリピンのルソンから、メキシコに向かおうとしていた、総督のロドリゴ・デ・リベロが上総に漂着して、家康と秀忠に謁見したわ。これをきっかけに、秀吉の時代、サンフェリペ号事件の後、途絶えていた、スペインとの交易が再開されることになるの。1613年、伊達政宗は、スペインとの交易、宣教師の派遣を希望して、長谷倉常長らをスペインに派遣したわ。これが、慶長遣欧使節よ。長谷倉常長は、ローマのパウロ5世とも謁見して、1620年に帰国したんだけど、その時には、キリシタン弾圧が進んでいて、政宗の望みは叶えられなかったの。1609年、有馬晴信が、マカオでカシンが撃たれたため、長崎に停泊していたポルトガル船、マードレで、デウス号を沈没させるという事件があり、交易は断絶していたんだけど、家康は、1611年に、ポルトガルとの交易を許可するの。ところが、1624年にスペイン船の来航が禁止されたわ。スペイン船の来航を、いち早く禁止したのは宣教師の存在よ。ヨーロッパでは、プロテスタントの国である、イギリスやオランダの台頭により、カトリックの国である、スペインやポルトガルは危機感を持っていたのね。カトリックのイエズス会やフランシスコ会は、カトリックを世界に布教する先兵のような存在で、中南米や東南アジアで盛んに布教活動を行っていたの。だから、スペインとの交易は、宣教師による布教とセットになっていたわけ。ポルトガルとの交易も、カトリックの布教とセットになっていたんだけど、スペインの宣教師のように強力に布教を進めなかったから、幕府は特にスペインを警戒していたの。スペインやポルトガルは、中南米で交易を持ちかけ、宣教師を送り込んでカトリックを広めた後に、その国を植民地化していて、東南アジアでも同じことをしていたの。イギリスやオランダは、幕府に対して、スペインやポルトガルが、世界中で行っていることを報告したので、スペインやポルトガルが排除されていったと言われているわ。また、キリスト教の思想は、幕府が取っていた身分制を前提にした社会にそぐわなかったし、信長の時代の一向門徒のように、キリスト教の信徒という一大集団が形成されることも恐れていたの。今回のお話は、このあたりにしておくわね。次回も引き続き、江戸幕府による支配体制のお話をするわね。今回の動画を見て、日本の歴史に興味を持ってくれたら、ぜひ、チャンネル登録、高評価をよろしくね。それでは、次回を楽しみにしていてね。バイバイ。